州内のノーサンバーランド軍の位置。軍内のシャモキン軍区の位置。シャモキン軍区は、アメリカが州国ペンシルベニア州、ノーサンバーランド軍にある軍区である。2000年現在の人口は2159人。アメリカ国勢調査局によると、シャモキン軍区の総面積は80.7平方キロメートル。80.4平方キロメートルが陸地で0.3。 平方キロメートルが水に覆われている。2000年の国勢調査によると、シャモキン軍区の人口は2159人であり、851世帯646家族が居住している。人口密度は1平方キロメートルあたり26.9人である。906軒の家があり、1平方キロメートルあたり11.3軒の家が建っている。町の人種構成は、 99.35%が白人0.19%が黒人内しアフリカ系アメリカ人0.00%がアメリカ先住民0.19%がアジア人0.00%が太平洋諸島系0.19%がその他の人種であり0.09%は根血である人口の0.23%はラテン系である 全世帯の30.2%には18歳未満の子供が同居しており、65.7%は夫婦で一緒に生活している。6.1%は夫のいない女性が世帯主であり、24.0%は独身である。全世帯の20.7%は一人暮らしであり、10.7%が65歳以上である。平均世帯人数は2.54人。 平均家族人数は2.93人である。シャモキング区の人口は21.9%が18歳未満、18歳以上24歳以下が6.7%、25歳以上44歳以下が29.5%、45歳以上64歳以下が27.6%、65歳以上が14.4%である。 年齢の中央値は40歳である。女性100人に対して男性は103.1人であり、18歳以上の100人の女性に対して男性は100.5人である。町の一世帯あたりの平均収入は39,625ドルであり、一家族あたりの平均収入は45,357ドルである。男性の平均収入が三百二十六ドルに、 対し、女性の平均収入は25,560ドルで、ある。一人当たりの収入は18,258ドルで、ある。人口の6.3%が極貧層である。18歳以下の住民の8.1%、65歳以上の住民の10.2%は貧しい生活を送っている。ありがとうございます。